騎士は妖精を乱暴に。それからその魔の手は空間にも。ちゅう。はい。空間に何かご用ですか。もしやあなた空間を縛りあんなことやこんなことを。このまま空間は従順な奴隷にされるのですね。でもそれも悪くない、むしろいい。ちゅう。しない。なぜ奴隷にする気がないのなら、では何のようなのですか。魔物討伐の仕事を一緒にする仲間を探していただけ。魔物討伐。これはまさか人生初のナンパでは。魔物討伐というのはささやかな照れ隠しだったのです。はい、何でしょうか。緊張しているように見える。実は魔物討伐に出るのは今日が初めてなのです。少女から大人への羽ばたきはいつだって突然。しかしながら急に激しく攻め立てられるとさすがの空間も困ってしまうので、最初はお手柔らかにお願いします。いきなり空間の首元に生温かい吐息を吹きかけるなんて、さすがの修行。しかしこんなところで。ではこれは一体。初めからこれが目的だったのですね。安全な場所から悶絶する空間のあられもない姿をじっくりと眺め、十分に抵抗できなくなった後、空間は暗がりに連れ込まれ、俺が身も心も回復してやるよ。このドレス人格アテンション。しかしこの体の激しいほてり、これはもしや恋。でも初対面の相手に身を任せるなんて、空かったらトナビッチなのです。この後きっと街でも会う約束をし、再会した暁にはお前の体に俺を刻みつけてやるぜ。なんてことになるのです。帰るのですか。おかしい、思っていたのと少し違う。あの帰るなら どうして空間を誘ったのですか。でも魔物討伐というのはただの照れ隠しで、それだけじゃ。ナンパじゃない。なんてハレンチな勘違いを。というか空間をもてあそぶなんて、やはりトエス人格アテンション。帰ります。もう冒険者なんて信じない。ちゅる。ドエスさん、こんなところで会うとは偶然です。
え、わかるのですか？もしや、ドエスさんにはまだ公にしていない特殊な力が。彼がその力を行使するとたちまち世界中の誰もが生まれたままの姿に。元気そうだからそろそろ帰る？待ってください。さっきまでは確かに元気が出なくて、少し元気が出たのはドエスさんのおかげなのです。それはもしや空間の体と引き換えに。ジュルー、どこに行くんですか、ドエスさん。話します、話しますから。実は空間は自らの体を酷使し、それと引き換えに報酬を得ているのです。簡単に言うと、そこにある酒場で一応踊り子をしているのですけど、新人でさらにとんでもないくらいの落ちこぼれなのです。え、落ちこぼれている理由ですか？まだ自分の踊りに自信がなくて、それに大勢の人の目にさらされるのは恥ずかしいですし、だから少しでもなんとかしようとここで練習していたのです。付き合う？こんな外でですか？さすがドエスさんです。ジュリー君か、そういうのは初めてですけど、ドエスさんがどうしてもって言うなら。多分想像しているのとは違う。練習に付き合う？待って、とんでもない勘違いを。これでドエスさんに2回も恥ずかしい姿を見られてしまったのですね。裏若き乙女にあるまじき失態。クーカはもうお嫁に行けません。ドエスさんに汚されてしまったのです。いっそ人思いにめちゃくちゃに。ジュルすれば、このままでは空間の秘密の花園が好奇の目によってめちゃくちゃに。ドエスさん、ちょうどいいところに。でもドエスさんにお手伝いを頼むのはモロ刃の剣。一見優しく引き受けるようにして、きっと日記の中身をネタに空間のことを一生従順な奴隷にするつもりなのです。しかしそれもいい。治療実はずっと探し物をしていたのです。はい、毎日つけていた大切な日記をなくしてしまって。手伝ってあげるから特徴を教えてくれ。いいのですか？でも一つだけお願いがあります。中は絶対に見ないでください。ありがとうございます。クーカはこっちを探すので、ドエスさんはそっちをお願いします。全然見つかりません。大丈夫ですか、ドエスさん。体が泥まみれです。一体どんなところを探してきたんですか？
気にするなと言われても気になってしまいます。そんなに一生懸命探してくれるなんて思いませんでした。しかしここまでしてもらって見つからないとなると、もうこの場所には。どうしてそんなに真剣になってくれるのですか。見つからなくても土井さんには何も。もしや一生懸命探す俺をアピールして空間のことを誘惑しようと。君の中に眠る本当の自分を俺に探されたいんじゃないのかい。チルーン。何ですか。見つけた。あの向こうに。そうです。あれは紛れもなく空間の日記です。どうしてあんな高い棚の上にあるのでしょうか。しかもちょうどいい高さの台がその下に。これなら空間でも取れそうです。あのちょうど土井さんが上を向くと空間の空間に視線が。なんだか恥ずかしいので少しの間下を向いていてください。でも少し上を向いてほしいかも。もじもじ。バランスが。いたドレッサーが空間に馬乗りに。もしや初めからこうするつもりだったのですね。一生懸命探していたのも、日記が棚の上にあるのも、台をその下に置いたのも。空間はずっとドレッサーの手のひらでもてあそばれていたのです。なんという恥ずかしめ。けれどそれもいい。治癒。抵抗するな。おとなしくしていればすぐに終わると言って、青年は少女の肌をあらわに。わかりました。空間は初心者なのでお手柔らかにお願いします。お嬢ちゃん、俺でいいのかい？男の子と同じ席に座るなんて人生で初めてで、
トエスさんは、何を頼みますか？食べたい！こんな外で食べられたら、クーカの心に忘れられない思い出が！砂糖より甘い体験をさせてやるぜ。飲みたい！それはつまり、クーカの…いきなり、そのマニアックなプレイを！さすがトエスさんです。砂糖より甘い体験をさせてやるぜ。そう言って、少年は少女のスポンジのような柔肌を味見するように舐め回し、チリリ。素晴らしい！ブラボー！アメイジングだ！ずっと観察させてもらっていたが、まるで息を吐くように妄想する君の才能、ぜひうちで生かしてほしい。どちら様でしょうか？これは失礼。名刺をどうぞ。ハーレムプリンセス社編集部カーン・タギル。ハーレムプリンセス社、いかがわしい小説界の中で最大手の会社です。できればこれから込み入った話をしたい。君を小説家デビューさせる話だ。いい返事だ。君を見つけた時は打ち震えたよ。まさに僕が探していた人材にぴったりだ。ありがとうございます。さて本題だが、いい編集者とは作家の陰であり、時には女房役でもある。僕はこう見えても数々の大作家を育てた敏腕編集者。譲れないポリシーがあるんだ。作家先生のイメージが湧くように自分が彼らの妄想の数々を表現するアバターになるというね。なんで服を脱ぐのですか？さあどこからでもかかってきなさい。僕に君の妄想をぶつけるんだ。トエスさん、なんでクーカの手を取るんですか？どこに行くのですか？トエスさん、クーカを助けてくれたのですね。確かにすごい人でしたが、でもそれよりも、いつまでクーカの手を握って、嫌というわけでは。あとで、その男の子と手をつなぐの初めてで、恥ずかしくてドエスさんの顔をまともに見ることができません。お疲れ様。あんたが今見てたのは夢みたいなものよ。目覚めたらすぐに忘れちゃうと思うし、今はあんまり気にしなくてもいいわ。クーカの妄想力は前々からすごいって思ってたけど、本が出せちゃうくらいなのね。私もちょっと読んでみたいわ。まああんまり健全な本にはならないだろうけど。にしても最後あんたどこをつかまれたわけ？すっごい痛そうな悲鳴あげてたけど。あらあら、顔真っ赤にしちゃって。なるほど、人には言えないような場所なのね。そんなところ触られちゃって
もう空花とは妄想だけのお付き合いじゃなくなっちゃうかもしれないわね。冗談よ冗談。まあ無駄話はこれくらいにしておくわ。それじゃまたね。ここは空花眠っちゃってたんですか。もしや土江さんに睡眠薬を飲まされて。土江さんも寝ていたのですか。なんだか体が熱いです。恥ずかしい夢を見たので土江さんと喫茶店にいて。はい、変な人から手をつないで逃げて。土江さんも同じ夢を。夢の中まで追いかけて空花をめちゃくちゃにするつもりだったのですか。寝ても覚めても土井さんからは逃げられないのですね。はい、喫茶店に行くのでしたね。実は男の子と喫茶店に行くのは初めてなので、お手柔らかにお願いします。ドエさん、何を持っているのですか。チラシみたいですけど。空花にも見てほしいと。これはダンス大会のお知らせですか。空花がこの大会に出るのですか。無理ですよ、まだ踊りに自信がありませんし。恥ずかしいです。さては空花が恥をかくところを見てドエスさんだけ楽しむつもりですね。周知に苦しむ空花はそれでもドエスさんの命令には逆らえず、チルリ押してから引くのですね。ドエスさん、なんてテクニシャン。ドエスさんが言うなら、わかりました。空花ダンス大会に出ます。そんな強引に迫られたら空花は逆らえなくなってしまいます。ドエスさんが言うなら、わかりました。空花ダンス大会に出ます。本番までもっと練習を。さらに激しくされてしまうのですね。チルリ。はい、楽しみに、じゃなくて頑張ります。もう本番ですか。まだ自信がないです。では次の方、空花さんお願いします。空花の番ですか。トエさん、やっぱり今回は辞退して。押さないで。そんな力ずくでされたら。さあ空花さんのご登場です。では踊ってもらいましょう。ドエスさんが無理やり押すからステージの上に。もう逃げられません。こんなたくさんの人に見られながらするなんて、恥ずかしすぎておかしくなってしまいます。空花、頑張れ。仕事場のみんなも応援に。そんな知り合いにも見られて、空花の恥ずかしいところいっぱい見られてしまう。もしや全てドエスさんの計画。空花を恥ずかしめるのが目的なのですね。見られながらするのが好きなんだろう。みたいな。ドエさん、特訓も激しかったですし、足腰立てなくなっても無理やり続けて、限界が来た後も何度も何度も繰り返して、苦しんであえぐ空花を見て楽しんでいたのですね。さすがドエさん。
なんか踊りながらすごいこと言ってない？あの男、クーカにどんな特訓を？でも見て、クーカの踊り、いつもよりキレがいいよ。うおー、なんて情熱的なダンスなんだ。ドエスさんとの練習を思い出すと、自然と体が反応してしまいます。頑張ったんですけど、参加賞でした。せっかくドエスさんが練習手伝ってくれたのに。きれい、そんなはっきり褒めてくれるなんて。ドエスさんがクーカのこと綺麗って、それってつまりクーカのことがす恥ずかしいです。教室の掃除当番でしょ。早く掃除してきな。クーカ、聞こえてるの？掃除よ掃除。ごめんなさい、すぐ行きます。あの子どうしたのかしら。最近やけにぼーっとしてるのよ。胸のあたりがモヤモヤするってよく言ってるし。ねえ、あなた何か知らない？うん、それはそうなんだけど、最近は特に様子が変なのよ。変なことに巻き込まれてるんじゃないかしら。だったらまだいいんだけどね。最近は特に様子が変なのよ。変なことに巻き込まれてるんじゃないかしら。あなた、最近カオンやナイトメアが警戒してる特別な草のことを知ってる？その草を使うと幻覚を見たり高揚感が得られるらしいの。でも心も体もボロボロになっちゃう。でね、クーカなんだけど、最近みんなが寝静まった深夜に出かけている姿が目撃されてるのよ。もしかして売人からその草を買ってるんじゃないかしら。考えすぎだと思う？でもその草の副作用っていうのが、ぼーっとして胸のあたりに違和感が出るらしいのよ。ほら、今の空間に当てはまるでしょ。あの子のこと心配なのよ。あなた、あの子が何をしているか調べてくれない？よし、誰もいません。今のうちに。ここも誰もいませんね。では早速。もう我慢できません。今日一日ずっとこれが欲しくて、クーカはもうこれがないと生きていけません。早くクーカを気持ちよくしてください。
った。だってド S さんに鍛えられたせいで普通のレベルでは満足できなくなってしまったので、お店で手に入るものでは物足りなくて、そこで見つけたのがこの理想郷です。毎晩通い詰めるのも当然だと思いませんか？待ってください、この素晴らしい本を燃やすなんて。クーカ、この本がないとダメなんです。何でもしますから見逃してください。そんな破いたら読みにくくなっちゃいます。クーカ、この本がないとダメなんです。何でもしますから見逃してください。思春期の元気な男の子なら当然の現象なのでは。え、そういう意味じゃない。あ、なるほど、それは失礼しました。クーカは男の子から呼び出されたなんて初めての出来事で。お買い物？あ、それでは今から魔物討伐に行くときに必要なものを揃えに行くのですね。しかしド S さんのことですから、それだけで終わるはずはありません。きっと青年は少女をその毒牙にかけるべく。ちょっと待ってください。すみません、ポーションを3つとこの聖水をください。はいよ。これは…いえ、少し可愛いと思っていただけです。気にしないでください。休憩そこはもしや、入り口には蛇腹のような目隠しがあり、ひとたび入るとめくるめくピンク色の光景に目を奪われ。違うのですか？そうですか、それは残念です。プレゼント？クーカはド S さんからプレゼントをもらうようなことは何も。もしや俺という名のプレゼントを堪能してくれと、青年はおもむろに体にまとった布を脱ぎ捨て。違うのですか？しかし先ほどからズボンをゴソゴソと。それはド S さんの秘められた力を解放する前兆では。これはさっきクーカが可愛いと言っていた髪飾り、いつの間に買ったのですか？いつものお礼なんて、クーカはお礼を言われることをした覚えはありません。クーカの方がその、毎日ド S さんのお世話になっています。いいからつけてみて。はい、とても可愛いです。それに体の奥がなんだか温かいです。でもいつものような感じではなく、すごく落ち着く感じがします。ありがとうございます。これはまさに予習のために読んだ本と同じ展開。ということはここからド S さんとクーカは二人だけの秘密の花園へ向かうのですね。まだクーカは心の準備ができていないのですが。少女からの羽ばたきはいつだって突然。ふつつか者ですがよろしくお願い。
お嬢ちゃん、こんなおじさんでいいのかい？土井さんは？お連れ様なら先にお会計に向かいましたよ。おじさん、実はお嬢ちゃんが初めてなんだけど、それでも。カップってそんなに酔うものなの？クーカもね、黙っていれば清楚な感じの子なんだけど、妄想が爆発すると暴走しちゃうのよね。けどそこもまたいいの。妄想であれこれ考えてるけど、実際に強く責められると急に塩らしくなっちゃいそうで可愛いのよ。まあ強気で接するとかあんたにはできないだろうけど、それが分かってるからクーカも安心して妄想してるのかもしれないわね。あるいは本当に攻めに来てほしいからあんな妄想してるとか。その答えはあんたが自分で確かめていきなさい。じゃ
今回はこの辺にしておくわ。バイバイ。お代官様。あれ、ここは？空か、また眠っていたのですね。土井さんも今起きたのですか？これから公園に行くのに寝てしまうなんて、そのせいでしょうか。ドエスさんと回転する遊具で遊ぶ夢を見たのですが。ドエスさんも同じ夢を？不思議ですね。こんなことが前にもありましたけど。夢の中だけではもったいないです。早く公園に行きましょう。え、もしかして夢の